薫香辛そばの激辛バージョンの肉増しじゃ。やばいね、この破壊力、うん、なかなかうまそうだね。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。滋賀県へおいでやすのお店業とあきれ、はい、今日は寒いね。寒いっすね。寒い。滋賀県までやってきたよ。滋賀県ツアーです。今日はね、僕の YouTube の滋賀県広報のたっくん、はい、一緒にやってきましたね。今日はすごいラーメンがあるということで。そうです ね。もう俺年いってるし、やっぱ普通のに紹介しようかな若いしがっつり食ってもらうで今日はそうですね、はい、ということでよろしくお願いいたします。そしたら行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー。行ってきます。のどかですね、滋賀県です。はい、こちら能登川の発祥というところですね。はい、麺屋庄司さん、こちらですごいラーメンがあるということでやってきたんですけど、これですね、近江富士、これ、はい、すごいね。よっしゃ、これな、近江富士、これほんで、わし、これいくわ。これやばい、やばいね、これ激辛、激辛で、肉増し、肉増し。近江富士、味が選べるみたいですね。何味？これね、汁なしと味噌と醤油があります、うん、どうする？おすすめなんですかね。おすすめは醤油です。はい、醤油です。はい、醤油ラーメン専門店にやらせてもらってて、はい、で、あの醤油が専門なんですけど、はい、冬のこの時期になると味噌が結構売れます、ね、あ、なるほど。寒いので、で、お味的にはどちらも美味しいんですけど、はい、うち的には醤油専門店なんで醤油を食べていただきたいなと思います。両親さん、ありがとうございます。ほんで僕激辛言ったんで激辛にしといてください。はい、別にやるし。量どうしますか。ね、量が選べる。量が選べます。あかんね、次行くし、そんな食うとあかんね。本来ならインパクトを求めるんであれば大盛りなんですけど、うんうんうん、あのやっぱりあの次があるということなんでまあこれでも中盛りでもお腹はいっぱいです。めちゃくちゃそれ一緒や、中盛りに。はい、中盛り、はい、ありがとうございます。本人的には変わる、さほど変わらない。トッピングですか。いや、僕はあの辛いのにトッピング。もやし 600g。 はい、ということでやってきたぞ。今日は親戚のタックの滋賀県候補と一緒です。いやー、この子はまだ若いんでね。はい、近江富士、近江富士はい、はい、ね、1.5 次行くからね、2玉はちょっと無理なんで 1.5 中のねほんで俺は激辛です。はい、頑張ってや。はい、頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。はい、あ、やばいなこれ辛いの、辛い、辛いやつの激辛にしてもらいました。すごいなこれ、薫香辛そばの激辛バージョンの肉増しじゃ。すごいね。スープどんなんかな。あ、スープは醤油ですね。いや、うまそうや、うまそうや、うん、まあ、辛そうやな。でもスタンバイ OK、 もう一杯来るまでにさっき辛いの行くから。はい、準備。うわ、美味しい。非常に醤油の香りがむちゃくちゃいいラーメンになってる。あの、まったりね、甘みの香る美味しい醤油ラーメン。うん、辛みは徐々にじんわりくる感じですね。
はい、どうか。何やねん、何やねん、そうか。普通の人はちょっとやばいね。そうっす ね辛いね。最初は大丈夫なんですけど、こう、そう、後から後からこうパンチが効いてくるというか、ね、辛いです。いや、俺もね、食堂と胃に徐々に来てますよ、この唐辛子が。メンマもうまそうやな、これ。麺いきます。麺はこんな感じですね。お、中太、ツルツルの麺ですね。結構うまそうな麺、ツルツルで。おー、ゆず麺、バーゲームじゃない。食べやすいツルツルの麺ですわ。うん、美味しい。でも徐々に来てるよ、内臓に。この唐辛子、これチャーシューも花びらチャーシューでむちゃくちゃうまそうですよ、これ。これむちゃくちゃうまそうなチャーシュー。おばら、ほら、レアチャーシューですね。うん、チャーシュー絶品、むちゃくちゃうまい。いや、めちゃめちゃうまいよ、ブラックペッパー。うん、うん、うまい。もう誰もが食べやすいラーメン。はい、来ましたよ、大見富士中サイズ。やばいね、これ。やばいね、この破壊力。めっちゃうまそうやね。いや、これうまそうやわ。ちょっとスープいって、スープ。どんな、あ、醤油、醤油ですね。ね、うんうんうん、飲みます。うん、うまいっすね。いけるね。うん、いけるいける。結構まろやかね。うん、なかなかいい感じですね。ね、うん、二郎系タイプやけど、これは結構醤油であっさりしてるんで食べれるね、これなかなかね。うん、結構いけそうですね。ね、いけるね。うんうん、チャーシューの量半端ないな。すごいっすね。ねえ、これね、追加します。いただきます。うん、うまいやろ。うまいっす。メンマの量が半端ないでしょ、これ。すごいっす。もうやばいやろ。うん、ねえ、なかなかですね。麺はどんな感じなの。麺ですね、よいしょ。こんな、お、こんな感じ。おお、つるつる目やね。同じ、ね、同じやね。そうですね。もう一度します。食べます。うん。うん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 。食べやすいよね。食べやすいですね。美味しいですね。美味しい。うん、うん、このもやしの量がやばいね、これね。もやしが ね普通で 400g だからね、これ。そうなんです、 400g ほど入ってるみたいな。 400g ってやばいで、この量。あ、なんですよ、これ。これやばいよ、これ。これやばい。これはなかなか。これで腹パンになるわ。なっちゃいますね、ね、もう本当に。すごい。うん。これ普通の人は食べれないね、この激辛はね。結構辛いね。うん、うまいわ。俺も結構ね、ピリピリきてるけどね、この寒い時にむちゃくちゃ体がぬくもるわ。食えんのかいな。この量食えんのかいな、ほんま。いや、これで中盛りですからね。ね、これもう大食い反対レベルのデカさやで、これ。器もね、これ。これやばいね、この量。これもう食い進めてこれやからね。
ホットの一杯でしたね。いや美味しかったわ。美味しい辛口ラーメン。いや、お醤油系のラーメンで結構シンプルなんですけども非常に食べやすいラーメンになってますね。はい、チャーシュー絶品、チャーシュー絶品、最後でした。ごちそうさまでした。大丈夫か。苦しそうだね。音かね。大盛りはきついな。大盛りはきついな、これ。お、すごい、素晴らしい、素晴らしい。うん、おー、やったね。ないですね。素晴らしいね。うん、はい、ということでごちそうさまでした。広報どうやった？いやー、うまかったっすね。行ったことなかったんで、すげーな、来れてよかったっす。ね、醤油のうまみがすごいね。で、ほんま、美味しい、食べやすいラーメンやった。うん、よく歌うわ、しかし。いや、俺もあの劇からよく歌うわ、俺も。辛かったね、もう。あれはすごいっすわ、ね、ほんまに。最後、ほんまあの唐辛子もね、一味唐辛子で、そんな嫌味がないんで、皆さんよかったら辛いの好きな人は食べてください。ほんで、がっつり系がいい方はこちらの大見富士食べてください、ね、美味しかったです。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、せーの、愛してます。ありがとうございました。はい、腹いっぱい。ありがとう。